こんばんは、翔太です。今日もグラクルやっていきたいと思います。今日はですね、ステップガチャを引いていきたいと思います。こっちね、これですね。今回はプレイヤーシンっていう新しいキャラクターが出ましたね。なんか結構滅亡とやらがクリア条件今日です。結構ですね、ツイッター見せたらこのキャラクターかなり叩かれてて、真のスキル5期があったみたいで、結構皆さんそれを信じてみんな引いちゃって、結局表記と実際引いたプレイヤーのスキルの表記が全然違くて、ダイヤ改正っていうなんか騒動になってました。今回僕はそれ引きたかったんですけど、ダイヤがなくて引けなかったんでちょっと残念ですね。はい、で今回ダイヤが123個まで増えたんで、早速ステップアップガチャちょっと引いていきたいと思います。はい、と割合見てみますか。はいはい、今回で言うとプレイヤーシーンが僕は欲しいかなと思いますね。はい、あとロキシーかな。ロキシーも持ってないんでロキシーも引けたらなと思ってます。早速引いてみます。どうかな。まだよくわかんない。どうだろう。今んとこ熱そうな演出はなさそう。負けちゃいました。ちゃったんで、なさそうですね。はい、なかったんで、でステップに行きます。ステップにはダイヤ1個で大丈夫そうなので、そのまま行きます。なんか熱そうな気がします。枝か。これもどうだろう。負けちゃった。ダメだ、負けちゃいましたね。はい、なかなか出ないですね。じゃあステップ3いきます。枝か。武器がそもそも枝って。なんか勝てそうにね。ダメか。ダメですね。はい、ステップ4。あれ、ステップ4が SSR かけるか。ステップ5だっけな。ステップ5か、確定が。4もなんかダメそうだな、これ。
ああ負けちゃいました。ああダメそうだ。うん、ダメですね、全然だ。へえ、ステップ5。お、星が、流れ星がついてるんで、まあこれはもう確定ですね。だけしかない。あーそういうことですね。あれ、あーもうないや。結局 SSR1 個しか引けませんでしたね。残念だな。滅亡とやらがクリア条件とは興味深い。ダメだ、今日今回惨敗っすね。いやーくそー、ダメだったが、オキシーとか欲しかったな。はい、っていうところでちょっと今回ステップアップガチャ引いてみたんですけど、惨敗でしたね、残念です。また次、まあ、このステップアップガチャ5月28までなんで、まあまた引ければいいかなって感じですね。はいはい、っていうところで今回はステップアップガチャ引いてみましたっていうところです。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。